まあ、急遽本当に、まあ、皆が集合したということでございますが、ちょっと集合しすぎじゃないですか、はい、集合しすぎ、いろいろそういう、まあ、ヤングタウンというのはそういうもんでございますが、すまあ、これみんな入れということで、はい、一人はデパートというのは福ちゃん の, あの大学のお知見の子、はい、そうなんです、私 の, あの大学時代の同級生なんです、ね、はいはいはい、俺の喋りなさいが、うん、こんばんは、はい、こんばんは、こんばんは、喋んなさい、中の T シャツが喋ったんかいな、モンスターズモンスターズ、はいはいはい、それで一、まあ、人はですね、はいはい、あの綺麗な子ですよね、そうですね、綺麗、謎の雪江というね、雪江という雪江さん、雪江さんですよね、どうもどうも、こんにちは、普通に喋っていただいて、ラジオですか、本気に、はいはい、素敵やな、ちらほら京都弁がね出てきますね、まあだから中井もね、割と、まあ、あの舞妓さんになったらなんか似合いそうな感じ、めっちゃ似合いそうですね、中井はどうなんでしょうかね、どうですかね、その関係でおられるゆけちゃんはどうですか、舞妓さん、あの人を見て、中井さん、いやもうこんな綺麗な舞妓さんいはったらね、よう売れるやろなと思います、お母ちゃんも喜ぶかも分かりませんよね、もう知性もちょうどやし、顔もちっちゃいし、はいはい、優しそうな顔してはるし、はいはいね、はい、いやぜひお頼申します、それはもう全然あの祇園の遊びに取り入れますから、ね、できません、そんなことできませんよ、そんなことは大人気なるもん、ダメですよ、ほらおもちゃ3つ持ってる、胸が大きいのは大丈夫なんですか、胸そう、もやっぱ男の人は喜ばんちゃう、あ、僕はもう全然それがダメなの、ね、うん、だダメいうことはないですけど、胸はまあどうでもいいけど、小さい方が好きっていうのもこれ珍しい、珍しい男かも分かりませんよ ね, いますよね、そういう、デパちゃんはどうなんですか、大きい方が早いな待ち構えてるから、言おう言おうとすぐ自分に話しられないかな、俺だけかいや福ちゃんはどうなの、いや私はどっちかって正直にどっちでもずるいな、そうです、どっちかっていうと、まあでも程よい大きさがいいですね、まあ、まあ、あんまり大きすぎてもちょっとびっくりした、僕はどっちかというと小さい方が好きって、ないぐらいの方がええ、だから別として、あのこの女はどうでもいいけど、マリリンぐらいの大きさがいいんですよね、このセンター、いやマリリンもでももう成長してますからね、この7年で、いやいや成長してる、それはもう A カップから A ダッシュぐらいになってるでしょ、下がっとる、いやでもマリリンぐらいがもうちょうどいい、ちょうどいいか知らんけど、言えば言うほどそれぐらいが好きになってるんですかね、まあまあゆけさんにはそんな振りませんけど、素人さんで、まあまあ全く違うとしかも言うてまいそうな気がしますから、でもまあ昨日ね、今日はもうたまたまトリーホールという独演会がね、はいはいはい、ありまして、その独演会の帰りでこうやってヤングタウン、はいはいはい、あの三四郎にもね無理から通って、いや無理からいや、まあそれはスケジュールですから、はいはい、で来ていただいて本当に非常にまあご迷惑かけた、いやいや、その何をおっしゃいます、いやいや、それがね昨日ほんまにこんなことが起きるのかと、まあ、言うてたでしょ、私、あのトリーホールで言うてたじゃないですか、知りませんか、あのうちの師匠のところで喋ってたら、うちの師匠 の, あのライトがゆーっと消え出して、うん、でまたパンとついて、うちの師匠のこと言うてたら無学 のライトがで、誰かライト触ってんのかいだ、残にも触ってない、うん、このシューッと消えていてそのまま切れちゃったんだったら分かりますけどね、まだなんかええタイミングでまだついたりするのよ、うん、言うてると、これ絶対師匠来てんでって言ったんやけど、まあ、今日墓参り行ってきたんですけどね、はい、うちのやつもほんまに、いやほんまにあれ師匠やわと、大体あのなんていうの、電波になんか集まる言うやつ、あ、言いますね、テレビ局なんかにはたくさん集まってくるっていうのによく言いますよね、そう、でちょうど男子師匠の浴衣も、はい、片身の浴衣もいただいて、はい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 、着物屋さんにもってあの取りに来ていただいて、これっていうのは男子師匠も着てるんじゃないか、ね、だから男子うちの師匠あーちゃん、それから勘三郎も、勘三郎の手の上使ってます、で豪華な無学です、ね、そこにあの人が来てくれた小田君、小田信成、小田信成さん、小田信長も来てるでしょうね、多分ね、いやどんだけゲスト豪華、明智光秀も来てるでしょう、いや光秀来たらダメでしょ、明智光秀のなんか明智光秀のね、あのなんていうの、今の人、先祖茶は今の人、現在松江、はいはい、あの太田屋で、あの織田信成が、はいはい、ブラジル人の女の人やって、どこに子孫作ったの、ブラジル人の人やって、綺麗な人やって明智光秀で、そこがね、まあまあ繋がってね、繋がったよね、家系繋がったおもろいですけどね、すごいあんねんな、ね、またね、南国となんかね、冷たいところとか、もともとゆけちゃんとかもともとそういうお茶屋やったんですか、ずっと、もう多分ずっとやと思います、あんま
今までその聞いたことない、はい、どことは言いませんけども、ずっと有名なね、有名なところですね、私がまあずっと行ってたとこなんですけどね、まあねうん、そうなんですよ。全然その祇園の遊びみたいなの経験したことないですから、うん、ないですよ、ね、なんかああいう遊びあるんですか、なんちゃらかんちゃらコンピラ船船手合わせてあそれはおちゃらかじゃないおちゃらかおちゃらかなんかあるじゃないですかコンピラ船船船おちゃらかおちゃらかおちゃらかなんかやれへんでしょいや剣とかねそういうのもあるんですけど、はいはい、まあそれはそれで今のを楽しもうというのやったらそうやろうけども、うんうんまあ、昔よくそういう人遊びましたよ。なんかあの当選鏡みたいな、まあまあ当選鏡というかあの戦争パーンと投げるやつじゃないですか、で帯といていくそんな俺そんな遊びじゃないですか、そんな変なとこちゃうよほんまに。ちゃんとそういうところの遊びじゃないですか。そういうなんか僕らなんかね、俺ね二十歳ぐらいの時から遊んでますけど、大阪 の小石の湯とことか、今はまあこっちだったら鶴太郎とかね、で東あの京都はまああるとことか、まあ、そうやって行ってます、いろんまあ何軒かありますけど、はい、そのなんかそういう変なとか思ってる人がいてて、いやもう正直そのまあなんというかね、皆さん女の人がいらっしゃるでしょ、でまあなんかお酒飲んで、はいはいはい、その後2人でどっか行くって、はいはいはい、2人が2回笑ってらっしゃるんですか。そんな知らない、勉強もそうで落語家のくせにそんな知らなくて申し訳ないんですけど、私もそう思ってるから、私もそんなことあれ、そうまあ自由恋愛やし、まあそうやけど自由恋愛の当事者感はね、ただそのね、舞妓ちゃんなんかはもうあのずっと処女ですからね、あの水揚げするまでは処女なんですよ、うん、あそれ決まってるんですか。決まった当たり前やん、 それ誰か調べるんですか。調べるどうやって調べるんですか。水揚げするまでやっぱほんまに今やったら3000万ぐらいかかるんじゃないですか。水揚げする、水揚げだからその人をまあ一つ囲うっていう言い方悪いですけど、だからその着物とか用意して一人前にするっていう、そういうことですよね。で舞妓さんから芸妓さん、芸妓さんになるわけですよね。舞妓さんからだから、そのもっと言ったらまあいろんなのありますよ、うん、向こう島なんかはあのカモメちゃん言うんですよね。カモメちゃん、それから半玉さんとか言う、半玉さんで半玉いうのは半分の玉って書くんですけど、玉いうのはお金なんですよ。あはあ、ね、で、はいはい、でそのなんていうかまあ言うたらあの線香一本立つと一本立ち言うんです、あれ。だからみんな一本立ち言うんですよ。あ、なるほど、ね、あんたも一本立ち、あんたも私も一本立ち、馬ができてんなもんって半玉一本立ち違うやん、半玉一本立ちじゃやねん、合わせ一本じゃない、合わせ一本じゃないですよ、違う、やめなさい、そういうのじゃないし、まあ、一本立ちというのはそういうことですよね。一人前になるというのは芸妓さんはね、だからお線香が立つわけですよ。なるほど、なるほど、いや僕もあのそのお直しとかね、それから立ち入れとかやりだしてからいろいろまあまあ遊びに行った時もそれは聞きますけど、うん、うん、でも今あんまりそんなね、今日もそのゆけちゃんはそのお直しを聞いてくれたよね。聞かせてもらいました。初めて落語聞いたよ、もう今日生まれて初めて。そうなんですか、なんですか、なんかね雰囲気的にはいつも言ってそうな、いやもうすごいいい経験させてもらいました。そうですか、だからそのトリーホールについてのね、あのおばんとかおじん、いやあのベテランのお客さん、ベテランのお客さん、まあ、キャーある人は今日さ、もうあっこについてるんでしょうね、でそっからもう僕のファンの声だってもうそんなにね、あのあれで、まあ、言った年齢層はね一緒ぐらいですからね、うん、青が還暦全部ですね、俺と年一緒ぐらいだけど、まあ来たはる人言ったらやっぱり先に詰まってしまうから、だからゆけちゃんに来てほしかった、うんうん、なるほど、あんな家、ね、あんなとこドロンとなってしまった、ね、82、92ぐらいですからね結構ね広いですから、雰囲気がねシルバーになってしまった、ね、やっぱもう一人いるだけで平均年齢、うん、前が前すぎんねんあれね、そうなんですよね、だから前の人ずっと寝てんねん、首こないあれもう高いんですよ、高いね、舞台が高いんですよ、だから完全にこないでこう、あの内首かいなもん、ね、いや暑いしね、とりあえず年下あるしもう分からへん、分からへん、首の力がなくなりました、ね、2つも3つも寝てた、起きたらおもろかったけど嘘つけんじゃん全然おもろい、見えとったもん、見えとったことよ、まあ前で2人がこないでほんまにね、首切れあれ張ったんじゃん、ま、すごいですよね、鶴瓶師匠の落語でもやっぱ寝る人は寝る、ね、寝る人は寝る、それはまあ僕のファンじゃなく、まあ、鼻から鳥居についた人なんですよ、はいはいはい、うん、劇場今日楽しみにしたんじゃなくて、もうさっきチケット取ってたやん、チケット取ってあった、まあ行こうか、日曜日今日楽しみだった、でも大概おもろい話したけどね、ずっとごめんなさい、あの人どれやったら寝へん、どうやったら寝へん、どれやったら寝ない、大きい音を出すとか、なんかそういうこう大きい音を出すとか、そういうことじゃないですか、もうなんか分かりませんけど、ね、あ、どうですか、デパートは今日はどうやったんですか。大満足でございます。
口開ける前に一回空振りすんな。大番の。何ですそれ。今からコートで喋り出すみたいな。癖しかない男なんです。すいません本当に。デパートいやもう大田元ありましたからね。あったよ。どっかの大田元であの前に辞めたエディさん思ったんですよ。こんな人いたってそれじゃ黒髪が違うと言って聞いたら繁盛店の受付やってる。そうそうやってたやって。人なんですよ。もともとバイトでやってた。はバイトしてました。バイトでしてます。バイトで。一回空振りするやろ。はいバイトしてましたと言ってます。通訳いるからやっぱねあの元相方やから。誰が元相方やろ。いやいやでもそうやけどこうやってねそのの何年も経ってこのラジオに出れるのは。いやだって落研の同期と共演してるわけでしょ。そうそう。すごいことでしょ。ちょっと緊張しますよだから私としては、ね。私緊張する。まさかこんなことになると思ってなかった。デパートはどんな男やったんですかこの男は。福ちゃんは。福ちゃんは、うん、どんな男だったの。曲がったことが大嫌い。一瞬空振りなんなの。一瞬緊張してるなんで。緊張したら何やねん一刻堂みたいな。声が一瞬遅れて聞こえる。聞こえるんだもんそれ。何やそれ。一回空振りにくいんです。緊張してます。いや一瞬だけ遅れてんねん。緊張するんで一回開けんねん。一回開けんねんけどこれがおもろいな。これテレビやったらええのにな。そうそうそう一瞬ずれてるの。ラジオだから分からへんけど。今は郵便局長なんです。局長じゃなくて局員。局員。局員。下っ端でございます。いつも俺が出てるやろあの、はい、あのゆうちょ銀行のえ何ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行なんか一瞬勢いつけないじゃないですか何回かさもうラジオもったいないですねラジオもったいないこのキャラクターねキリさんすごく笑ってます。繁盛亭でこんな感じじゃなかったですよね。どうなんですかこの人あの何デパート俺のデパート俺のデパートっていう俺のデパートという名前なんです。どうですかゆけちゃん。いやもうなんか誠実そうなもう言い方やなと思って誠実ではないんですけどね。誠実じゃないんですけどデパートゆけちゃんはどうなの。別品ですよね。やらしい言い方言い方に癖がすごいですよね。俺はねだからたまたま俺のところに来てくれはって見て誰やし分からへんかとこの癖なんかやろこの子と思ったら知ってたよそのある人の娘さんやったよ。ある人の娘さんある人の娘さんやっただからもう二度と手出せなおね親子どもになる可能性があるあ申し訳ないですお母さんいらっしゃるすいませんすいませんすいません何を言うてんねん思ったことすぐ口に出してお母さん一回空振りしてしまうすいませんうちの相方俺のデパートやろうちのデパートまあしかしそういうのねこうやってまた再会したっていうのは嬉しいやん飲んでおいでって言ったんですよ。なるほどねほんまにがそれが今日生まれて初めての落語生まれて初めての落語前座というのはなくいきなり師匠が出られた。僕は3席やったんですよ前座とかまあ僕は独演会の場合は師匠だけで3席ああそうなんですね。僕出てそして1回帰って羽織着替えてほんで羽織だけ着替えてほんで出てきて、はい、だから1回目は感謝というのをねうどん屋さんの話してそれ45分ぐらい喋ってましたな。ドア頭はね枕も入れて、でそれでおやすさんのに入って、うん、それからその後は、うん、あの3年目を3年目をちょっとやって、うん、それであのその後中入り休憩 で, 休憩でだからあれ全部で2時間ぐらい座ってましたけども、はいはい、ねえ2時間ぐらい座れるもんですよね。いや正座するだけでも大変ですよね普通に2時間ですから、ね、落語家ですから、ね、いや落語家いやでも結構足ねしんどいですけどね、うん、しんどいよ足若くてもしんどいそうなんですか。いやしびれますよ30分以上でしびれますからね3、40分で、うん、まあだから俺は落第のやるから落第やっぱ1時間10分ぐらいあるからそれはもう大丈夫なんですよ1時間10分はね、うん、1時間10分しびれずにずっと全然しびれあれしびれてるのも終わってから気づくんですよね。そうだからやってる最中しびれてるってわからないんですよ。だから、うん、履ける時にあの足怪我する人いる。あ、本当にねちょっと、まあ、あの曲がったまま伸びへん時あるんですよ。そうそうそう、うん、伸びたまま曲がらないんじゃない。いや曲がったまま伸びないんですよ。しびれすぎて伸びたまま曲がらない伸びたまま曲がらないじゃない。曲がったまま伸びる。そう、しびれてるからね。あ、そう、膝がね。膝が伸びない。足首だと思ったもんですよ。アホや思てる。いやいやいや、どういうことかなと思って。いや意味がわからなかった。確か年上よな。僕全然年上ですよ。こっちの方が年上だよ。いや、ほんまやね。確かに。いや、だいぶ下ですよ。だいぶ下。だから6つぐらい下なんでしょ。そうなんですよ。あ、6つ下よ。なんなんでしょ。小学校の6年の時、幼稚園生。幼稚園生。そうそうそう。兄ちゃん、兄ちゃん。これが考え、ね、ゆけさんはまあ年言わないねと言わないでいいですけど、ね、いやでも僕は絶対年下ですからね。当たり前ね。それはもう24ぐらいでしょう。あ、若い。24でこの着物の着こなし。だから着てらっしゃるとね。生まれるところはそうやかな。24ぐらい。
違う。小さい声で。空振りしました。空振りしました。やっぱりだんだんデパートに似てきたら。伝説するじゃん。申し訳ありません。違うみたいな。違う。まあ年はいいですけど、でもだいぶ離れて、僕とはだいぶ離れてるのは確かですよね。確かですよ。それ40。それもパッと見てわかる。だいぶ離れてるよ。35ぐらい離れてる。めちゃめちゃ35ぐらい。あでも35、40離れてる。35は離れてる、ね。30以上は離れてる。30以上は離れてる。俺とだからあのね、あの中井とはどれぐらい離れてるね。40年でしょ。40年ですよ。孫ですよ。40年。そう言うたら孫だ。孫か。孫ちゃうかな。いや孫でもおかしくないですよ。孫でもおかしくないで孫ね。いやいやおかしくないっておかしいよお前。おかしいですよ。私の孫は5歳やで。確かに。孫はおかしいか。いや20歳でいったらね。最短でいけば。最短でいかへんよね。おじいちゃん還暦でおじいちゃん20歳。なんで俺はそんなになんの。でも子供生まれて。でも俺が。いいおじいちゃんになれるわけですよ。だから。あもうそうです。俺がずっとやったらね。俺がちょうどそのなんか20歳の時はもうまだおれへんわねこの人。いやいないいないどころかお父さん。お母さんも出会ってないでしょ。ああね、お前とどれぐらい違うねん、あのマリリンとは。あの福ちゃんと一緒やな。そうです。そうですね。ということはそうか。36年。それでもそんなに離れてる。俺が56の時をいくつ？10歳か。じゃあ20歳。56の時。6年前。だからそう考えるとなんかね、ものすごいみんな。あの成長したなって思うのね。ああそうですか。お前いくつやねん。僕32です。32くんだ。40違うねん俺と。うちの師匠と40違って、俺と師匠と30違うんですね。ああそうそう、お兄さんとあれやからね、10歳違うねんから。あすごいもんやな、これ考えたら。僕の父親と同い年ですから。あそうか、そうです、そうです。それってうちの父親よりだいぶ若いですよ。若い若い、全然若いですよ。それは父親やからと思ってんだよ。いや父親も頭真っ白って、この間席譲られてましたからね、電車で。もう腰がなんか痛いみたいで。俺の同級生がね、そのいや同級生なんですってタクシーの運転手さんが言わんねんけど、降りてきてなんか後ろのあのねトランク開けはった時に腰曲がったんで、もうそれ俺ちょっと絶対同級生もうペンタジカメだけど、ほんまに腰曲がったんねんお前。大阪の人はまだ若いんですよ。これ田舎の方行ったらね、もう60、もう言うたら悪いですけど63歳でヨボヨボの人いますよ。やっぱり私の父は宮崎県で昭和26年生まれ、鶴瓶さんと全く同い年なんですけど、元気やろ、元気でやってます。働いてるっていうのもあるんですか。建材屋なんで、あの板綺麗に持ってね、力使ってるし、かっこいい。うちの兄貴なんて74やで、未だに元気や。めちゃめちゃ元気。そう考えたら若いですよね。うちの兄貴めちゃめちゃ元気。めちゃめちゃ元気ですよ。この間おったな、三輪神社の近くのおっさんな、奈良の三輪神社、目もぐわーかぶってもてな、こんなんでな、俺はあえて犬散歩連れてんねん。ね、いくつかいな思ったら、うちの兄貴より下やねんもん。嫌やで、いらっしゃいますよ。歯抜けて、だいたい歯抜けたから。歯抜けたらダメですね。歯だけはほんまに抜けたらダメですよ。淀川なんか歯抜けてますからね。もうそろそろですね。確かにそうでしょ。ヨボヨボなるでしょうね。でもまあ、淀川さん若いですけどね、62。いや、そやから、あれ歯抜けて前切ったらいいね、ほんまに。なんかもう昔のな、そのなんていうの、カゴかきみたいな感じの昔のね時代劇に出てくるカゴかきみたいな、雲かごみたいな、ね、そうそう、ほんであのこの間ね、一緒に飲みに行ったら、あの言うたら、あの芋あの焼酎の芋焼酎の熱燗って言うたよね。はい、ほんで熱燗をあのまあしよったんや。芋焼酎珍しいですね。お湯割りか、お湯割りね。でわーって言ってね、次ややこしいこと言うたんや、うん、次にね、自分がこう水割りと言うてるつもりなんやろね。次だから水割りやったのにお湯割りが出てきたわけ。ああなるほど、気持ちとしては水割りを頼んだつもりだったのに、言葉ではお湯割りと言っちゃってた。お前でもみんなお湯割りって言うのを聞いてんねん、はい、だからお前お湯割り言うたやねという、はいはい、あそうか言うてそういうの飲んでんだ、で次はもう必ずその人に水割りですって言うたやん、はい、ね、で俺はトイレ行くふりして向こう行って、はい、またお湯割り持ってきたって。かわいいだぜ。かわいいだぜ。その時の今度お湯割りが届いた。はい、その時の淀川の顔、
そろそろかな思ったんでしょうね。何も言わんと僕その老いたね、これ浜崎さんいう女の人やけど、ええ、この老いた人も素晴らしいわ。はいって釣っておいて当たり前で見たからあってなってんねん。俺はこっちが見てめっちゃおかしいわけ。二人は知らへんねんね、あの浮きともう一人の人は、はい、また来てるとこれはもう言われ来てるおかしいって言うんだけど、はいはいね、これめっちゃおもろいやん、はいはい、それっけ去っていったんや、ほんなら俺らにキョロキョロして俺水割り頼んだよね言うから、うん、まあお湯割りやでって、ね、あのこの置き方うまかったのに、後で言うて俺が頼んだよ、そやろちゃんとバラしてあげたんです、バラしてあげて、であの人の置き方がめっちゃうまいな、いやあの人まさかグルやと思わへんってことですよね、それぐらい自然やった、自然やったわ、頑固寿司のあの浜崎さん感じしてこれはすごいですね、感じはあの頑固寿司の浜崎さ ん, 頑固寿司、先日ゲストは坂田師匠のお話をが出ていました、懐かしかったです、はいはい、私もラジオ大阪のバチョンと行こうというのを聞いておりました、うん、このヤングタウンという番組の年齢層がものすごい高いですよね、坂田師匠、うん、そうですよね昨日ご一緒させていただきました、そうですか、浅草花月で、うん、トリでピンで漫談してましたね、かっこええな思ってどっかんどっかん、いやもう もちろんそれは受けてますし、出てっただけでおもろかったですけど、す楽屋で私服めっちゃかっこよかったですけどねビシッとスリーピースのスーツ着てましたからねかっこええな思って、あそう、はい、ビトンのバッグ持ってめっちゃかっこいい、他の曜日に浜村淳さんが出てはります、当時の映画のお話、まあ、バチョンと記号に出た人ですね、上手でした、実際映画本編よりも浜村さんの話の方がずっと良かったということが多々あります、浜村さんの話で泣いたりするのよ、ありますよね、で映画見に行ったっすかみたいなのね紹介上手ですね、まあ、いいで映画のいいとこだけを撮ってるでしょうね、まさに和芸、素晴らしい、坂田市長で、今も強烈に記憶していることがあります、うん、テレビのドキュメンタリー番組のオフの時にスポーティーな洋服そして半袖短パンウォーキングしてはりまして、カメラが追いかけていきました、カメラにその脇を説明しはりますがギャグを言うことなく僕ふくらはぎはないんですと言うと弱々しい姿です、今度なんかふくらはぎはないんですよね、ないってどういうことでしょう、ほとんどもう肉がないというか、細くなってるってこと、坂田師匠は家族に乾杯呼んで言うてはりましたけど長時間歩けやろうかていうかあの歩き方あるじゃないですか、坂田師匠のあれふくらはぎにめっちゃね力使いそうな気するんですけどね、あれでずっと家族に乾杯言ってほしい大変なことだよ、ヨトさんのコットさんのコロさであれで言ってほしい、パペポテレビは毎週ビデオに撮らずに眠たい目をこすりながら見てました、パペポテレビは知らないでしょ、知らないですね、パペポテレビ知らない、知らない、見てました、見てました、あれ僕もリアルタイム見てないですからね、神岡雄太郎さんと、そうです、そうです、ね、見てましたリアルタイムで、リアルタイムで、リアルタイムで、僕大学の頃これはもういよいよ年齢が分かんなかった、まあ言うたらあかんけどすごいよ、パペポって、パペポ終わった最終回何年前ですか、そらちょっと調べてえの、やってたけど見てないとかってことでもないですね、パペポ見てた、あ知らないです、はあ、知らない、具体的には知らないはず、知らないなですね、パペ見てました、見てました、パペポテレビ、いや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 、パペポテレビを見てたというのはユッケちゃんいくつになるんだろう、言っちゃってよかったんですよ、ちょっとその年齢がね、うん、だんだん分かってくるよ、いやちょっとこれでもう、ね、何か知ってるのないですか、だからその98年の3月31日が最終回です、98年、98年の3月31日、98年ということは俺高校生、1998年、高校生やな、何言ってんの、ということは15年、今98年のって98年って何って聞いたのいや1998年当たり前、今西暦98年なわけないでしょ、普通に考えたら16年前、16年前な最後、じゃあ高校生の時別に見ててもおかしない、おかしくない、おかしくない、だから全然中学生の時見てた、小学生の時見てた、見てたな、お前らは見てないねや、いや本当ですね、テレビ大阪ですよね、テレビ大阪ちゃうよ、読売テレビ、あ読売テレビで、テレビ大阪はキラキラ、16年前でも見てないな、僕らはおそらくエリア外だったんで見てなかった、あそっか、そうですね、デパートはどこやの、家は大阪ですけど見てないね、はい、あ、見てないです、ね、さほどファンやないね、いや番組は知ってますけども食いつくんじゃないよ、11歳の時ですね、ああだからね、まあ、まだね、まあ、時間帯小学生にはねちょっとね、突然ガバチは、突ガバ知らないです、突然ガバチは知らない、
ゆきえちゃん知らない、徳川知らない、めちゃめちゃ前でしょ、30何年前じゃないですか。じゃあちょっと待ってんな、何年前だ、戸塚場、あれいつですか、戸塚場な、毎日放送の伝説的最終回が85年の9月。ああ、だって僕3歳ですもん。うん、すいません、あそこでエジプト人座ってるんですけどサブラね、エジプト人、あ、副長生室にエジプト人の真ん中にエジプト人なんですか。エジプト人なんで、エジプト人からも取られたなんかものすごい眉間に幸せでこっち睨んでるから誰がいるあの人がオースナーらしかって言われてくらい日本のね日本の伝統芸能にね、すごく入り込んできてます。エジプト支部の人、そんな前なのと、パペポは。そうなりますね、16年前、16年前に最終回だから、鶴瓶師匠のお弟子さんのベベさんがパペポを見てなくて入った弟子がついに来たっていうのなんか、あの今日座ってるあのエジプト人はパペポはしょっちゅう見てましたからね、来てましたしね、パペポついてる時代ですか。ついてる時代ですよね、パペポは。あいつも50ですからね。あのエジプト人のおじさん、僕からしたらもう師匠なんですだからそうや師匠ですよ、芸歴30年ですから、パペポテレビは、ビデオで撮らずに眠たいのに横すんで、パペポの切手を持ってます。パペポの切手は何なんですか。神岡さんと鶴瓶さんが裸で撮ったポスターも持っています。あのポスターは誰にも見せずに実家に隠してあります。宝物や、上がね、ずーたら塩ビ服で、はいはいはい、蝶ネクタイして、はい、下がスポンポンなんです。今もう映ってるんですか。映ってるんですね。それを撮ったのは浅井新平さんなんです、はいはい、それの全体の構造をしたのがあの糸井重里さん。神岡さんも下が、あ、そうですそうです。いや、ショーのはまあまあいつでも今の時代見れるじゃないですか。あ、ほんなこと言いない。神岡さんのってなかなか見れないでしょ。貴重ですよね。いやいや、でも、うん、なんか蚊かぶってた公共の電波で何十こと言うんですか。どの部分かは言ってます。あのポスターは誰にも見せずに実家に隠して収録はする、すごい倍率で何回も応募しましたが1回しか当たりませんでした。もうあんな番組はできないんでしょうか。いや、まあ神岡さんがおられないんでね。でも神岡さん今度なんか講談かなんかされるみたいですね。そうですね、明日あるのそれ。あ、私もなんかなんとか風の噂で聞きました。風の噂で、そんな噂流れてんの。一石10万円、本物の講談師より高い。本当に楽しいことをするとおっしゃっている講談で、これ言ってよかったのかちょっと。それやったらパペポしたらええのにな。ねえ、一石10万円、だそうですよ。そう、それやったらさ、講談でしょとおっしゃってましたけどね。思わない思うわ絶対いや、まあまあそれを神岡さん流に、ね、めちゃめちゃ稽古してはるらしいです。ただ講談ってね、難しいですからね。あの人稽古するよりも普段喋った方がおもろいな。うん、なん、いや、パペポやった方がおもろいの。あの、正直漫画トリオのネタ見たことないですから、うん、僕ら、その僕ら世代は、ね、やっぱり神岡さんうまいんですよ。でノックさんはフリーでやってるし、パンチになるね、出てきます。あ、すごい、はいはい、すごいですねこれ。これ、あ、ちゃんとモザイクかかってる。あ、どうですか。これはちょっと、これ見てくださいよ、これ。時代というか、この、はい、ゆきちゃんに見せてください。はい、いや、手に取ってみちゃう。歴史感じるな。モザイクかかってなかったらさすがに貼れませんよ、ね。はい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 、師匠でもあれですね。何ですか。毛ふさふさですね。当たり前やがね。ふさふさですね。で、眼鏡かけてないですね。いや、それはまあ取ったんでしょうね。でもかけたりかけなかった。若い時の鶴瓶さん、太郎さんめっちゃ似てますね。そうなんや。あ、確かにめっちゃ太郎さん、こう見ると本当似てる。ほんまやな。あ、奥さんに似てると思ってましたけど、若い頃の師匠似てますね。それだったら太郎の、商売妨害ちゃう。いやいや、若い頃からね、別に俳優として出てはったじゃないですか、師匠。いい顔やっていうことで。6月15日は父の日です。皆さん何かプレゼント考えてますか。母の日のカーネーションみたいな定番がプレゼントがあったらいいのになというんですけども、うんうん、そうですね、父の日は、まあ、カーネーションはもう母ですから何かないで、うん、もうだって師匠はあれですもんね、うん、もう父も母も、はいはい、ね、ですからもらう側ですもんね。もらいが当たりません。父も母も死んでますからね。あの、何がいいと思いますか。花やったら父の日、父の日の花あげるのは 何でしょうね。やっぱこれはね、もう大喜利の得意なデパートにあってもらうね。何がいいですかね。どんな花がいいですか。デパート何がいいですか。どんな花がいいかな。何か食うてんの。口に何か入れてんの。デパート何がいいんですかね。何がいいですかね。いやいや、おい、聞き返してらっしゃる。聞き返して、信じられへん。聞き返して、黙って人のことポンと入るのがええねんけど。どうやの福ちゃん、何がいいんですか。なんでしょうね、勝負とかですかね。勝負でもあれが勝負の勝負勝負とか5月5日勝負の花が今ちょうどいいのだから、やっぱりひまわりでしょうね。ひまわり、お父さんらしいですよね。ひまわり
り。ひまわり。ひまわり。そうそう。ひまわり家にどっさり送ってきた。父の母。びっくりしますね。でもひまわり、小さいひまわりもあるじゃん。ありますね。そんなあるんですか。あ、そっか、ちっちゃいやつとか。小ひまわり。小ひまわり。なんかひまわりの弟子の小ひまわり。小ひまわりさん。小ひまわりみたいなのがいいんじゃないですか。やっぱ、まあ、父は明るくってっていうのはね。やっぱ花を送るべきなんですか、こういう時って。あ、ほんだ普通の木はどうですか。松。黒松みたいなのどん盆栽みたいな盆栽みたいな父の日に盆栽どうですか松呆然とするでしょ松は、ねね、何見つめとんねんお前怖い。やめてくれ。やめてくれもう。何やねん。ほんまに好きなんでしょうね。でもずーっと見つめてますからね。今日も出たらおっさんがな、お前ら学ぶいうコーラ持ってな。あ、今コーラ名前ついてるやつ。そうだ。いらんちゅうだよ。めっちゃおもろい。コーラ。学ぶあるんですね。学ぶ。いや探したんでしょうねこれ。おっさん。これいりますか。いるかい。大阪じゃ探したと思いますよ。コーラの学ぶ。学ぶ。学ぶ。学ぶや。鶴瓶はないですから。さすがにね。これまた。鶴ヶもないやろ。学ぶ。気持ち悪いおっさん。しながらおっさん。ローソンでも気持ち悪いからでしょうね。めっちゃ探してるおっさん。学ぶ。何を探してんねん。学ぶってなんやねんって思われてる。確かにローソンも探して探して学ぶかいみたいな。いやこの人学ぶさんなんだろうなって思われるでしょ。そんな欲しいか俺にくれあったよ。まあ、いらないって言うと思う。いや飲んでるぞもろて飲んだらよろしい。いやいやです。絶対何も入ってませんコーラ飲まんしコーラ飲まんしコーラに罪はないですけどそもそも、ね、でも飲まんねありがとう。うちの、まあ、うちの弟子なんかそいつファンやったら俺がコーラ飲まん言うの分かってるやろ。いやそんなしそれはさすがに違う。じゃあうちのアホの弟子 の, あのビンタがね、はいはいはい、あの師匠これからもう本当に今日は喜んでもらいます、今まで珍しいもん持ってきましたよってね、あのコカ・コーラをね、はいはい、何ケースか持ってきよって、はいはい、お前飲んだとこ見たことあるかいって確かに飲んで確かに炭酸飲料飲んでるイメージないないやろ。ないですね、うん、お酒ですらそうですよね。それが学ぶよ。聞いてるのか聞いてないのか聞いてない全然聞いてないのか全然師匠にプレゼントもね、ほんと迷いますよね。まあ、難しい。プレゼントすることある？いや、それ誕生日プレゼント。今日なんか差し入れ持ってきて。何持ってきた？せんべいを。せんべい。おせんべいよ。せんべい。持って帰って。あのね、もうせんべい年間多分ね1万枚以上持てると思う。もうせんべい。せんべい。せんべい。クッキー。1万枚ぐらい累計。いやもう本当にね、私はもらうもんはいらないんです。もうこんなこと言ったら贅沢な話ですけども、本当に私されるより質量が好きなんですよ。何でもそうです。何でもそう。何でもされるより好きな、されるよりもする方が好きな、で満足してくれるのが一番満足させる。こっち側が満足するよりも向こうが満足してでも満足したなって尽くす、尽くして尽くしてほな帰るわって帰った方がいいんです。あの自分の欲求はどうなんですか。いやいや、それはもう、それはいいんです。もうそういう人間なんです。こっち側がもう満足したいなと。お気土産みたいな。お気土産みたいなもんなんですね。全然大丈夫です。はいはい、それはやっぱ相手はもう一回ってなるんじゃないですか。もうおかわり来るんじゃないですか、ね。はい。ほんだおかわり来たらまた行くでっていうことですよね。まだ行くがない。他何の話をしてるんですか。いやいや違う。ほんまに それはそれ。そどっちなの。それはあの福ちゃんなんかどうなの。どっちなのってどういうことですか。福ちゃん気になる。福ちゃんはどっちなの。自分が満足させる方なのかしてほしい方なのかどっちなの。満足させるのかしてほしいのか、はい、でもさせる方がでもやっぱりそうでしょ。いいんじゃないですか。僕もバリバリそうです。させる方が、ね、まあ、何でもそう、何でもですよ、ね、そうもう満足させるまで終わらないっていうサービス業ですから我々は、はい、俺らはそうです。本当にそうです。どっちなんですか。え、満足する方かされる方か。あ、満足されさせる、させる方は、いや、さ、うん、してほしい、してほしい、してほしい、させてほしい、させてほしい、どっちする方、どっちどっち、私両方だったら嬉しいですね。ああ、なるほどね。ゆきちゃん、ゆきちゃんどっちなんですか。私は満足してもらった方が嬉しい。ああ、これ満足させ合いだったらすごいですね、これ。満足のさせ合い終わらないですから。違う違う違う。プレゼント。あ、プレゼント。そう、その話しかしてないですよ。いや、プレゼントをだから送り合いじゃないですか。あ、送り合いか、ね、お互いのね、気持ちを送り合い。やっぱり探り合いでしょ。いや、でも探り合いか、やっぱりそっちを喜んで、もうなんかされるのが気使うねん。もうええー、でっていうことで。どっちなんですか、デパート。両方ですね。両方。両方。全然興味ない。全然興味ない。どうでもいい。どうでもいい。お前に最後聞いた俺がなんで聞いたんやろ。ゆけちゃんを最後にしたよかった。最後にポンと来るから全然くまとまらない。両方です言うのだけ一回も空振りせずに言う。用意してたし。バカ者。福ちゃん出演している番組が本になったそうですね。お、すごい。出演しているコマーシャルを見ましたよ。
朝食のレシピ集だったそうですが、はい、私は寝起きが悪いため最近まともに朝食を食べていませんが、皆さんはどうですか、どんな朝食のメニューが好きですか。これあの知っとこという番組がね、日、うん、あの土曜日の朝8時から放送したのが、その中であの世界の朝ごはんというコーナーがあって、出てくるおばはみんなぶっさい、新婚さんも世界中あのお願いして出てもらってるんですか、そういうことやめてください。本当にものすごく綺麗なと思って振り返った、ぶっさい。たまにね、たまにたまにたまにです。ほとんど綺麗、朝やからほぼ綺麗、朝やからブサイクに見える。朝からあんなもん、いやいや綺麗、いやそれは頑張って作って新婚さんだから頑張って、あんな行さん食うか、そういう指摘は野暮ですよ、野暮です、野暮です。けども一生懸命野暮です。どうやったら言わせてもらう、はいはい、俺はねこの前言いましたやろけども、はい、まあ言うてないか、あのね、いやこれすごいですよ、たまたま入った、もうあのほれ、あそこやがな、あの三輪神社のとこ、三輪神社多いですね、三輪神社違うがな、え違うんですか、あのほれ違うんちゃうやん、三輪そうめんの近くの三輪神社、桜井の 大三輪神社っていうところなんです、はいはい、それの近くにね相撲神社があるんですよ、相撲神社、相撲 があったりそうそう、のみのすくねという人が、あ、はいはい、うん、元祖のね、まあ、元祖のね人で、何やったあの大麻なんやらいう人に買ったやつね、はいはい、今まあ大麻ダメですけども、ね、その大麻じゃないですけどね、はい、それ買ったんで、はい、それがねそこへ行くね、あの、山の辺の道ってあるね、昔の古代人が歩いてるやつ、山の辺の道、山に向かってこう、はい、そう相撲神社のとこや、そこの横にね、春日神やったんね、神の春日神、あ神っていうのは髪の毛の神、神の、こんなんがあんね、田んぼのど真ん中、春日の神の、春日の神や、春日神や、春日神や、春日神や、なんて言うんでしょうね、看板出てんね、はいはい、なんやこれって言って、田んぼのど真ん中やで、ちょ山の中やで、で神社に行くとこやね、で物の辺の道の、いや山の辺の道の右隣や、入っていったら民家や、はい、ね、言うたら美容室やね、髪ついてすいませんって言ってきたらものすごい綺麗な人、何なってんねんぐらい、お若い方ですか、お若いかな、美容室でも33歳やけどね、子供さんもいたはんねん、中学の1年生の子供さんと小学校の子いたはんねんけど、綺麗だな、いやもう こんなめちゃめちゃ綺麗よ、そういうパッと入ったところにそんな綺麗な人が出てくるかいう、あの人に朝ごはん作ってもらいたい、そういう話じゃ何の話かなと思ったら、いやいや最綺麗な人は美人の話、美人の話、いやいや、まあそうやんか、ああいう人をやっぱりなコーディネーターに探さなあかんまあそうですね、料理、まあ、もちろん料理もいいですけど、誰に作ってもらいたいねっていうことはね、俺今やったらこの人に作ってもらいたい、春日神谷、それとユッケやな、ユッケさんに作ってくれるかな、どうなんですか、料理はされる、もちろんされますよね、普通にします、朝ごはんはおかんが作るのちゃうの、それじゃいや、もうセルフサービス、あみんな和食、みんな食べる時間が違うんで、前ごはんはもっと早起きはる時もありますし、もうおちょぼ口で、小さなお口で、綺麗な上品に食べるというね、ちゃんぽんと探してしまう、向こう見たら態度変わるな、いやそれはやっぱり女性に対してちゃんぽん、空気が気持ち悪い、気持ち悪い、誰が気持ち悪い、かもし出すのが気持ち悪い、ちゃんと美人な人は美人な対応して、おっぱおぎとおっぱ、ちょっとほんまね、おっぱいチラチラ見んのやめなって、マリアマリ、本当に気持ち悪いですよ、あのおっぱい、俺の知り合いのゆきちゃんのおっぱい、違います違います、おっぱい担当は中井さんですから、やめなさい、やめなさい、そんな担当ない、やめなさい、いやでもそのね、そのこの人は本当に、いや何の期待もなくやで、あこんなとこに美容院や、すいませんと出てきたら、ここちょっとカーディガンをちょっと型にして、スーッと出てきたね、色白の綺麗な人やったわ、うん、いやこの人、こういう人をね、朝ごはんに使いなさいって、いや相当ご指名かかってますよこれ、どんな人であるか知りませんけど、ちょっと前に放送するからのプレッシャーが、ちょっと待ってください、あのね、知っとこの朝ごはん作ってるのは新婚さんですよ、
言ったら旦那さんがいらっしゃるんですよ。あ、なるほど、ね、旦那さんから見たらもう最高にお綺麗な方なわけですよ。まあ、そうでしょう。それやったらいいわ。それに対して ね、 ここね、ここ旦那さんから見たら言うてもブサイクやから変えてくれて誰が言うんですかそんなこと、ね、昔あったんや、あのここのなんかどっかのイケメンを探そう、あイケメンは向こうにいる、イケメンはこっちにいる、ええ、ね、もう男言いますよ、ね、イケメンこっちいる、はい、イケメンって、いや振り返ったら全然イケメンちゃう。そうですね、ですからあのコーナーは終わりました、ね、やろ、ええ、けどやっぱテレビ出てる人もいやそんなことないやんって言われへんから、みんなみんな男前やかっこええっていうね、うん、セリフだけ言ってました、ね、まあ、それをこうねテレビの前でいろいろ言ってもらうのもまたいい。イケメンって一体誰なの、一体誰がイケメンなの、現代のイケメン、現代のイケメン、これイケメン、女性の意見を聞きたい、ね、女性の意見、ね、誰ですか、いやこいつはイケメンやなっていうのは、あ芸能人の人ですね、はいはいはい、うん、向井理さんとか、あ向井理さんとか綺麗な顔してる、ね、これはまあまあイケメンでしょ、いやそれはもうめちゃくちゃ、誰ですか、私も向井理さん、ほら向井理さん2票入りました、3分の2が入っちゃったもん、はいはい、あのゆけちゃんは誰ですか、やっぱり鶴瓶師匠、大変お前らな、お前らこれをどう思う、これをどう思う、それじゃあちょっと待ってください、じゃあ向井理と並ぶのが鶴瓶鶴瓶ってことですか、それはそうよ、あなた、あなたレギュラーの座狙ってるから、そういうことないですよね、もう帰ろうとした横手から、ほらほらほらやめなさい、半分玉、半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 玉でしょ、それで言うからね、半玉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 、怒られるよ、半玉見せたいぐらいよ、できるか、嬉しいわ、何ですか半玉見せるって、あー、ほんとお前は誰やと思う、僕がイケメンを、イケメン言うやん、いや、誰でしょうね、男厳しいよ、案外、そうですね、男の方が厳しいよ、でもね、やっぱジャニーズの人はみんな綺麗、いや、そんなことない、例えばそんなことないことない、今はお前なんかブッサイクのジャニーズでも嵐の桜井くんとかもね、綺麗な松本松潤さんとかね、松潤は知的な顔してるよな、師匠と一緒にご一緒させてもらった時にお会いしたことありますけど、綺麗な顔してましたよ、松潤はだんだん綺麗になってくる、綺麗だから、けど中にはその今ね言うてもジャニーズでもないこれ大丈夫かいないっていうのを言ってくれて、それは言うてもスマップの中井は男前はあれ、うん、あれも綺麗な顔してるよ、ね、あれも40歳やけど、ええ顔してるよ、そう考えるとすごいです、ね、そうやで、お前キムタクもやっぱ綺麗わ、そうです、ね、あの辺り綺麗で、ええ顔してる、嵐の嵐はまあまあみんなええわ、ね、まあまあ若い、あいつ あれや永瀬、永瀬さん、永瀬さんええ顔してる、同じ時はでも24時間ね、そうそうテレビの今度マラソン走る永瀬が、いやいやいや城島さん、城島、ね、さんどうですか、城島はまあまあ普通のええおっちゃんやしかしあいつのギターはもう半端じゃないよ、長瀬があいつに教えてもうて、それで長瀬もすごいうまい、へー、何でもできちゃう、それもそのなんか城島がそんなもんうまいと思えへんやんか、それがめちゃめちゃうまいね、ジャニーズでどっちか言ったら楽器弾かない、弾かないの、でも、どっちか言ったらもうレベルはめちゃめちゃ高いらしい、ね、珍しいですよね、だってジャニーズ聞いたらやっぱ歌って踊れるっていうのがまあ一軍で、どっちか言ったら楽器弾く方はそうでもない方って言われませんもんね、あんまり、そうなんですよ、キンキキッズなんて全然ギターよう弾かんかったのにめちゃめちゃうまなってるし、あれ拓郎さんに、拓郎に教えてもらったやろ、めちゃめちゃうまいがな、あれどないなってんの、ほんと忙、あれも忙しいのにね、宙吊りもしてやで、いつ練習するんだろうと思って、ジャニーズはすごいですよね、ちっちゃい頃からダンスもやって競争も戦ってきてですもんね、うん、すごい出てくるわけ、でやっぱ顔も良くなっていくんでしょ、もともとええもん、顔ようなっていくね、今もゆけちゃんがね、まあ、俺を言うたけどみんな批判するやろけども、ね、そんなことはない、だけどやっぱりだんだんようなってきたんや、うん、ほんまに磨かれて、またええでこれ、またええ顔するイケメンあんま言われたことないからものすごい喜んでるじゃないですか、反応がちょっと顕著すぎますよあまりにも反応がね、うちが昨日お前のことイケメンやと、ありがとうございます、でも本当芸人さんでも本当今皆さん男前ですよね、やっぱりそうじゃないとちょっとアカンみたいな空気になってきてるんですよね、今アホみたいな、あ誰がアホみたいな、そうそう、なんか自分で前髪をね短くしてる、コンマツみたいなのですよ、ちょっとねあの美容室行ってどこにハゲ作ってる、いや誰がハゲ作ってコンマツ、こんなんもうた、違います違います、これはちゃんと美容室行ってます、こんなんもうた、結構かかってますからね、お金2万円かかってますから、それに2万円かかってます、2万円かかってますから、髪の毛の色もちょっと変わってる感じしてますから、来月僕が切った気がする、そんなズラみたいな顔してるやつやるかないわ、はい、俺のイタリアンにちょっとお前、俺のアートです、ね、俺のイタリアン、俺のイタリアン俺のシリーズになってるからちょっと流行るやん、俺のレパートはこっちがさっきは言うねんな、元祖なんです、あーなるほどね、俺の元祖、ね、商標登録してたらね、俺のレパートは誰がイケメンやもん、佐藤浩市さん、あーあれは渋いですね、浩市は渋いですよね、だからタケルはやっぱ男前は、
あ佐藤健さん、やっぱ綺麗な顔してる、やっぱりなんか女性的だね。そばに見てもほんま綺麗な顔してる。綺麗な顔してますね皆さんね。うん、でまたちょっと変わってるけどのやっぱりそのなんていうの、あのイケメンといえば綾野剛もええ顔してるね。剛やね、それからあれもええ顔してんで、あのあれ小栗旬。小栗旬かっこよかった、大きいですしね。あ、おたおたれろ。はいはい、背も高いしかっこいい。だからなんであんなかっこいいね小栗旬。小栗旬さんかな。小栗旬。誰やの。僕は唐沢俊明さんに。唐沢ね。見た時すごいかっこいいと思いました。ああ唐沢ね、もうこれもかっこよかった。人間もおもろいしね、あいつ。生田斗真さんも。生田斗真さん。また綺麗な顔してるがな、斗真。また人間も。綺麗だ。そう思った俺みんな知って知り合いや。すごい芸能界に知り合いが多い。そうそうたるメンバー並びましたけどね。ここにみんな入った。すごい。ここに携帯にみんな入ったる。ただやっぱ同じカテゴリーでないですよ。え、だんだんね。今までそうそうたるメンバーね、名前聞きましたよね。うん、ここにイケメンカテゴリーに笑福亭鶴瓶入れていいものかどうかでしょ。それやっぱね、これ公共の電波やから、それやっぱそう、ね、よいしょするだけの番組じゃないですか。違う。そうなってしまうと、ゆきえちゃんには何の利害もないしね。そうですね。ゆきえちゃん自身の、ゆきえちゃんがお店やってるわけでもないし、ゆきえちゃんになんかどっか来てほしいとか、そんなこともないわけや、ね。ここはもう利害が全然ない。俺の名前、どれだけ嬉しかったんですか。俺の名前を言うことはね、もう本当に、もうあとは喜ばさせられない。お互いにね、もうお互い送り合いです、ね、向こうも喜ばしております。いやもうゆきえちゃんの株だいぶ上がりましたよ。いやいや、めちゃめちゃ。お人柄とか、ほら人柄言いましたよ、もう顔ちゃうやん。そういうのって顔にほら出てくるから、イケメン役を見ていただいて、見た後やからね、ステージ上はね、違った、かっこよく見える。ものすごくかっこよかったです。あーなるほど。あーそう、着物もすごいパリッときたって。ほらね、見て聞きました、全部外側。首から下とか顔のこと全然言う。黙っちゃった。顔に出てくると思うんで、まあそういうね、そういう関係にはならないですよ。僕は妻もいますから。ただそういう関係になった時を想像したらね、もう離れられない。親子丼ぶりのところで、おかんとは何もない。やめなさいよ、知らんもんですよ。怒ってくれ、思ったこと。言い方も汚いよ。帰れ、帰れ、帰れ、帰れ。俺は他の言い方あるんですか。東京帰れ、バカ野郎。何を言ってんの、親子丼。何考えてんだ、本当に。すぐね、親子丼ぶりがね。何を言ってんの、親子丼ぶり。他人丼。何回言うんですか、本当に。やめなさい、本当に。この丼ぶり言うてくる。余計分からへん。分からへん、分からへん。福ちゃん、家は辞書だらけですが、小学館のホームページから結婚、青春、社長、お金、涙、家族、言葉、戦争、前、イケメンの中から選んで自分が考えた解釈を送って、選ばれた商品と、考えた、言葉の意味が国語辞典に載るそうですね。あ、そう。それ知りませんでした。もじゃイケメンに、あの、霊液、笑福亭鶴瓶って書いて乗るかどうかちょっと確かめましょう。などですよね。どういうことやろ。という形でね。これだから今募集してるってことでしょ。今出たワードのあなたの語尺、言葉の意味のこの説明書きをそれぞれ出してくださいと。でその中で優れたものを採用されたら、なんかこう商品くれますよということなんでしょうかね。いや、あの、すみません、読んだん俺や。なんで、なんでお前が一回解釈せない。読んだん俺や。辞典に載るってことなのかな。俺が一生懸命読んでんのに、お前がそこで解釈せない。辞典に載りますよ。すごいですね、辞典に自分で考えたらいいのかな。例えばお金のどういうことなんですか。だから、なんて、どうしたらいいんだろうな。人間の生活、社会において、物と物を、じゃ物を、もなんていうんだろう、物を手に入れるために、そういうことじゃなく、やっぱりそう、ちゃんと、もっとなんていうか、その哲学的な意味じゃないんですか。簡単に、うん、簡単に説明した方がいい。簡潔かつこう、たくさんあったら揉めるもと、そういうことでしょ。だから例えばたくさん持ったら揉めるもと、ただなかったらやはり不幸にもなると。これでも辞書引いてこれ出てきたら分かりませんよ。人生の中で幸せを意味する最大公約数とかですね。どうやろ、分かりにくい、分かりにくいです。
いやいや違う違う、お前のもうお金の説明は言えてんだよバカ野郎。お前説明せえや、何考えてんだ、いいこと出してて違うから、みんな考えてよ俺らないもん運動ね、お前批判だけ言うてみ、お金はどうやねん、お金はニヤニヤするもん。バカ野郎。何言ってんだこれ。ニヤニヤするもの。ニヤニヤしちゃう。それもお金だけじゃ分かりやすい。まあおもろいね。ふわっと一生懸命調べてお金ないやろ。ニヤニヤするもの。そら知らんけど。知らんけど。額にもよるやろけど。ニヤニヤするもの。女ら女もそれ。いやそんなこと。ニヤニヤしますよね。ニヤニヤするもの多いですよ。ニヤニヤするのを抑えるもの。逆に辞書でニヤニヤするもので引きたいですよね。何出てくんねやろって。ニヤニヤで引くとどうなるんでしょうね。ニヤニヤ。ニヤニヤしたね。いやニヤニヤもうそれはショーなんかもう。おけつちゃん、おけつ。おけつですぐニヤニヤしますか。おけ綺麗な人のおけつ。おけつ。そんないつもニヤニヤして見てはるんですか。ニヤニヤして見てるな。さ僕はニヤニヤ抑えようと努力します。ああそう。やっぱニヤニヤ。そんな乗ってんのニヤニヤ。カタカナだからないんじゃないですか。ニヤニヤ。ちょっと待ってカタカナだからないってどういう判断する。そんなわけないでしょ。いやここ時点でひらがな限定。ひらがなだから誰や。日本語の時点に乗ってますね。ニヤニヤはね。内心のおかしさや嬉しさをこらえきれないかのように声を立てずに一人締まりなく笑っている様子ですって。すごいおっさんにおるよな、おっさんいますね。締まりなく笑っている様子のことをニヤニヤと言う、ニヤニヤ、まあ、思い出し笑い、ね、ようニヤニヤしてしまいますけどね、うん、僕もねやっぱニヤニヤする、ニヤ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 してますよね、ニヤニヤすることある、やっぱりちょっとニヤけることある、あります。女性がにやけるって何なんでしょうね。何やろな、うん、思い出し笑いだったり、思い出し笑いね、でちょっとね、あのにやにやって欲望がねありそうじゃない、お金であったり、ごめんなさい、女性であったりとか、確かに、だから女性からしてにやにやする、例えば男性のどっか見てにやにやするみたいなあるんですか。にゃにゃする男の人がだ綺麗な人の、まあまあさっきおっしゃいましたけど、うん、お尻とか見たらちょっとにやっとしてしまうのを抑えるじゃないですか、はいはいはい、その女性版はあるんですか。いやもうマリニヤニヤしてる。どこなんですか、お尻ですか、それともうなじですか、それともこんなが仕草とかね、いや腕やってたね、腕。でも私は匂いがすごく好き、匂いでニヤニヤ、おっちゃんとかがめっちゃいい匂いしたら似合ってしまいますね。あ、おっちゃんに寄ってみました。おっちゃん、あ、今つぶやさんが立ち上がって、このおっちゃんはでもいい匂いする方のおっちゃんですよ。だんだん近づいてきましたよ。首筋、首筋、首筋。あ、いい匂いした。ちょっとデパートも、デパートも嗅いでみて、嗅いでみて。デパート嗅いでみて、嗅いでみて。あ、いい匂いした。めっちゃいい匂いした。あ、エロい、エロい首筋の中井さんのあの嗅ぎ方はすごい、ね、いや、てかあのその中井さんの肩の持ち方がすごくいやらしい。あ、匂いますね、今ちょっとチュッてしました。いや、してません、首筋にチュッてした。いや、てか鶴瓶師匠がちょっと寄っていったように見えましたけどね、今寄っていったように見えましたけど、当たってませんでしたよ、なんか寄っていったように見えましたけど。俺が今一番ニヤニヤ。これがニヤニヤ。あ、分かりやすかった。これが一番分かりやすい、ニヤニヤ。ニヤニヤね。でもちょっとお前デパートよけやで。なんでお前、俺デパートに匂われなあかんねん。デパート君もね、初めて、やっぱ憧れの人に匂いかけて。嬉しいでしょ。いや、匂いでした。やかましいわ。やかましいわ。もう、言うていらない。言うていらない。言うていらない。持って帰りたいぐらいでしょ、もう匂い。でもまあそういうのがあるんですね。ニヤニヤするのはどういうとこですか。私鎖骨、おー、鎖骨ね、鎖骨、鎖骨、うん、いやーなんかいやいや、もういやいや、男の人たちの鎖骨出ますよ、頑張ってる感がある。鎖骨出ないな、これ。いや鶴瓶さん鎖骨ないじゃない。鎖骨ない人間おるか。おか、もうじきお骨なんだ。あら、うまい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 な、うまいな、うまいな、笑いすぎ、これは売れる、このモニターの焦点から多分一枚欲しいぐらいです。うまいな、うまいな。インドじゃない、エジプトの方も笑ってないです。エジプトの方も全然笑ってますよ、エジプト。ニヤニヤしてる。エジプシャンジョークではなかったみたいですね。エジプトどこや、あれテカってるやん、エジプト。なんかデコのとかえらいテカってるだろ。上見て、上見て、どんどん指カー出してるよ。ちょっと前まで髪の毛長かったのなんかいぶし気味になってきましたね。そうそう、ちょっと白髪が長かった。いや、あんたユダが、あんただいぶ先輩、かっこいいですね。家族、家族って書いたらどうですか、家族は。家族、家族ってこれでも難しいですよね。家
まあ、家族も難しいわな、いろんなものあるからね。もうすぐワールドカップ、あ、昨日ね、俺たまたま、あの、何やの、加藤浩二がやっとるやつやってたん、昨日。はいはいはい、なんか、ようこそ先輩ジャイアンが、あの、スッキリですか、スッキリじゃ、夜やってるやつ、あ、夜やってる、あ、そう、あの、ようこそ先輩、ようこそ先輩、ようこそ先輩、先輩ロックユー、先輩ロックユー、あそこパッとつけたら、その吉田麻也が、あの、鶴瓶さんとそれからカズさんって、あ、はいはいはい、言ってましたね、僕も昨日見てましたわ、と思って、はいはい、何やねんって言った、うん、いや、もう嬉しかった、うん、メールをもらって嬉しかった、あ、なるほどなるほど、吉田麻也がですよ、あの、言うたらね、日本代表、代表がそれでパッと出てるわけや、俺もメール打ったから、俺もめちゃめちゃ嬉しかった言ったら、まあ、だから麻也から来たの、はいはいはい、またご飯食べに行きましょうみたいな、すごいやろ、すごい自慢だったんですか、自慢、自慢ちょっと自慢やで、そっパッとつけたら俺の名前が感じてくる、そんなことないですよ、ないやろ、ない、絶対死ぬまでないと思います。でも、まあ、豆屋というかね、誰に対してもそういう風にしてらっしゃるっていうことじゃないですか、別にそれが、うん、選ばずにね、選ばずにっていうことじゃないですか、まあまあまあ、それがやっぱすごい、ね、本物ですね、前と仲良くなったからね、仲良くなったから、まあそういうのでだいぶ前に送ったのがそれが出てきてるわけ、すごいですね、すごいやろ、これそういうことして欲しくてやったわけじゃないけれどもってことですよね、まあまあちょっと欲しかった、知らんやろ、マヤが出んの、そんなの。もうすぐワールドカップ開幕で盛り上がってきましたね、と、うん、マリリンは毎日ニュースをチェックしているそうなんですが、そんなマリリンにワールドカップの見どころを教えてほしい、たい、ワールドカップ ね、 見どころ、ね、朝なんですよ、うん、ああ、なるほど、ね、真裏ながら、ね、分かってる、分かってる、朝のね、はいはい、まだ頑張ってます、どこと最初にやるんですか、ワールドカップ日本の第一戦はどこ、ね、どこなの、どこなの、ね、いや、もうあんたカタカナが苦手やから、覚えられない、カタカナが苦手やから、それ言い出したらもうほとんど無理じゃないですか日本、うんとね、次の試合はどこと、まだちょっとリサーチ不足ですかね、うん、じゃあこの間の試合した国も覚えられないんですよ、なんかパロスみたいな名前、パロスなんかですか、なんかあの勝った 2対、じゃあ1対0で勝った、パロスってどこですか、キプロス、キプロス、キプロス、あ、ちょっとちょっと惜しい、ちょっと惜しいもんね、ちょっと惜しい、もういや、マリリンでキプロスとパロスやったらもうほぼ正解正解なの、ほぼ正解、本当に覚えられない、で毎日必ずニュースをチェックしてるって、最近のニュースは何を今、うん、あれやね、今話題の一番のニュースは何やねん、最近の話題なあ、いやいや、何でもええがな、今一番話題なのは、そうそうそう、言うてください、いろいろあります、一番引っかかった話題のニュース、札幌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 、あの事件ね、悲しい事件、確かにあったじゃないですか、同級生にっていう、はいはいはい、あれ札幌ちゃうわ、札幌じゃない、あれ西成やがな、お前青か札幌はまだちゃうわ、札幌まで、あれは西成の人が、あ、そうだそうだそうだ、ブラジルのね、あのまあ言うたらブラジルから来た人がどんどん同級生でということでしょ、そうですそうです、2つの事件がちょっとややこしなってやっぱり事件もありましたけど、でも本当見てるんですよ、いやいや、そういう事件じゃなく、もっとあの例えば芸能とか政治的なこと、政治的なことね、政治的、今ちょっと大変ですからね、今大変ですからね、分かった、分離しはったんですよ、何が分離しはったの、そこかい、そこだそこだ、一番大事な、誰、あの橋本さんの党と、はいはい、あの前の知事の人、前の知事、前知事、前知事の人ですよ、前知事は、あ、前知事、いやいや、だからなんでどうして、ここまで出てるんですけど、芸能人のお父さんでしょ、芸能人のお父さんであり、お兄さんでもあり、ワイズミさん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 、何さん、ワイズミ何さんですか、あ、そう、イニシャルトークっていうか、ワイってズミってこと、ワイズミさん、ワイズミさん、ワイズミ、ワイズミさん、和風の和にイズミ、ワイズミさん、ワイズミさん、違う違う、映画の人じゃない、ワイズミ、ワイズミさんなんかいてないよ、で、でもなんか分離しはったでしょ、分離しはったけど、橋本さんと誰やねん、ワイズミさんは、ワイズミ難しいなって、まあ、そう、そのでも名字の人たくさんいますからね、そうそうそう、まあ、ねえ、ワイズミさん、ワイズミさん違うやんけ、なんで口がおかしなってるやん、いや、ほんまにね、出てきそうで出てこない、だからお前石原裕次郎は知ってるやろ、石原さん、そう、石原何さん、石原さんのお兄さん、お兄さん、あ、知ってました、その事実は、知ってます、知ってます、どこがワイズミやねん、ちょっと出てこなかった、多分石原良純さんから引っ張られたんですいやー、だいぶすごいな、それを解読するあなたがすごいわ、そうじゃないかな、そうや、すごいわ、そうや、
だからもう遠回りに遠回りを重ねてるんですよね。まあ、頭ぐじゃぐじゃぐじゃ。いや物めっちゃ入ってるんちゃうかな。もっとちゃんとしたもんがねあるやんか、うん、この人らはね自分らの政治の都合でいろいろ別れたりしついたりしたあんねんけどね、うんうんはい、もっと他にもいろいろありますよ。でもね一番今その国際的なことでも国際的なことやんけ、うん、なありますよいろんなこと。国際的なこといろんなことありますよね今ね、うん、今一番ブルートレインが飛んだ。違うやん。えそれ何それブルートレイン。なんかあの国立なんちゃらに、うん、あのブルートレインが飛んだ。何残っちゃうの。え飛行機かなんかね、うん、なんかそんなんで、国立競技場のが最後だったから、ね、あそういうことじゃないやな。それでもない今ね北朝鮮あれもほんまにあのちゃんとなったらええのにね。いやそうですよ。ちゃんとそういうことしてええ感じにちゃんと動いたらいいけど、まだねあの家族の方はまだね。でも安倍さんはやっぱ偉いね、ずっと一貫してそのそれをずっとやってきたやからね。あの橋本さんのとこもう終わっとるのかなと思ったけど、あのねそれはずっと続けたはったいうのはすごいですよね。解決しないとね。とりあえず一つずつ ね解決しながら、まあまあそうですよ、ね、進まないですから、ね、今年もそろそろ薄着の季節になりました、うん、僕の乳首は相変わらずでかくって乳輪もでかいです。前のシャツだとつけるんです。もう何歳の人僕は言うてる時点でもう全然もうあかんな。女性は男性の乳首が透けるのはとても嫌がるそうですが、僕は毎年透けてますと。いつもどうでもいい憂鬱です。こいつもメンズニップレスやブラジャーが最近売られてるそうですけど、ここまでしてメンズのブラジャー売られてんの。え最近は流行ってるみたいですね、うん、流行ってんの。あの男性用のブラジャーっていうのは、それは女装する人が男性用のブラジャーじゃなくて、でしかもその別に大きい人というわけではなくて、大きいとかの筋肉でしょ。だからあの太りすぎでとか、あとはね、あ太ってるからつけるとかいうことではなくて、あのつけるとなんか背筋が伸びるんですって。ちゃんとホックあるんですか。知りません。でもあるんじゃないですか。で強制ベルトちゃうの。いやではなくて、まあ、ブラジャーを今売って結構売れてるらしいです、男子ブラといってね。ちょっと福ちゃん次つけてきて。なんでやねん福ちゃんがつけない。女性のふんどしも流行ってるらしい。女性のふんどしは全然ね、女性に捨ててことかね、素晴らしい、だけど、まあ、こんなこと言ったらゆきえさんなんかはもうねそこの血筋に生まれてますから、はいはい、着物を着るとそういうことはないんですよ。そうそうそう、なるほどね、もう着物着たら 履かないですからね、はい、そうですよね、きちんとしてらっしゃるからね、腰巻きですからね、はい、そうですよね、うん、はい、しっかりとしてらっしゃる。え、そうなんですか。馬もそうよ。え、多分それが普通やと思ってました。まあ、普通お着物を着るときはそうなんですね、本来は。今はね違いますけど、なんかいろいろしますけどねこれが多分辞書に載ります。ニヤニヤのとこに、ね、今すごく顔がちょっと赤くない。いや俺もちょっとでもね着物ってこれストーンってごめんなさいねこんな変なこと言いますけど、はい、ストーンってなってるわけでしょ、ね、で腰巻きがあって襦袢があって着物があるわけでしょ、はい、これで中も何にも入ってないわけでしょ、当たり前ストーンってなってるわけでしょ、はいはいはい、例えばごめんなさいねちょっと残ってる時あるじゃないですか。どういうことやんの。おトイレ行くでしょ。それはちゃんとそれでパッと歩いてたらあなんかあの人ちょっと違う違う歩いたら男の人じゃないよ。静かがちょっと女の人はちゃんとお前はちょっと福ちゃん言うんだってくれ変わる東京帰れもいやでもそれは疑問になります。わざわざ東京から出てきて何の話してる。大阪の人間が東京行ってでまたこれ帰ってくるっていうのはそんな無駄なことすんなもう最低だ。大阪に住めいや大阪に住むんや本当だいやほんまいや気になりますよね。そう言ってるんですか。それはちゃんと深あるがな。深あるそんなことは言わすんか。深あるがななんていうことなでそれって答えてほしいんですか。答えさすなほんまに最低ですよ本当に。毛一本ちょうだい。何でぶちまっちゃうこれ一行で全部もうぶち壊しになっちゃった今までせっかく組み立ててきたのは一本ちょうだい何を考えて東京帰ってくださいキング三四郎さんマリリンさん福ちゃん、はい、キングの頭を思い切り叩くことでおなじみの、はいはいはい、HK あそうそう あいつ指原がすごいな。コンサートでブルマ姿を披露しました。エロいというよりもとても足が綺麗なことにびっくりしました。皆さん一瞬だけでもいいからブルマ姿を拝ませてほしいと思いませんか。
ブルーマーはね、もう今ブルーマーってないですよ、ね、あ、ないんや、ね、教育の現場で、ね、あ、そうなんや、ハーフパンツに今全部変わって、あれでもなんでブルーマーが良かったんでしょうね、やっぱ足が全部見えるからですね、まあ、動きやすかったんでしょうね、まあ、ブルーマーってなんか、いや、その男性が見てね、ブルーマーがいいっていう、ああいう、そういう感じで、なんでやろ、あの池さんブルーマー履いてはったことあるんですか、ブルーマーないでしょ、ブルーマーないです、ないですね、ブルーマー世代じゃない、ブルーマー世代ね、もちろん2人は違いますよね、違います、1回だけ履いたことあります、ブルーマー履いたら、なんで履いた、なんか撮影するのに、そういうのね、どんな撮影したいの、どんな撮影したいの、何の撮影、いつも考えたら、顔にモザイクかかるから、でっかいサングラスかけるやつじゃないの、うん、違います、本当に高校生の時に、なんかアクターズスクールっていうところに通った時に、なんかのオーディションって言って行った時に、そんなん裏で撮られてんじゃんの、なんか、いやでも今思ったらちょっと怖いなって思います、そうやろ、おかしいやろ、スポーツ水着ってあるじゃないですか、うん、スクール水着と、それ着替えてるとこ撮られてんのちゃうか、そうなんですかね、怖いなそれ、え、でもなんかの、あのなんか実写のアニメのオーディションやったんですよ、それは、あ、オーディションやった、いやいや、オーディションでそんな格好するんだ、裏で撮ってる時あるやろ、全部隠しカメラで、そ, それが3パターン、それはおかしいや、それ要はあんで、そんな見たことあるわ、もう着替え見たことあるわ、いや着替えのなんやら言うて、でももう全部見えたあるやつ、はい、1000円のカードで買うやつで見たい、1000円のカードで買うやつみたい、未だに写真残ってますけどね、それ撮られた写真で、いやいや、だからもっとビデオに撮ってて、誰かおっさん見たあんねんね、そういったかもしれないですね、おっさんが1000円払ってはろうなんてビジネスになるでね、怖い、ケイプブルーマーな、全然好きじゃないな、ババサキ五郎さんと非常にゆかりのある伊藤園の多いお茶が発売されてから25周年みたいな、私も長いですからね、あの CM、うん、そうなんですね、はい、当時のエピソードを披露していますと、もともと煎茶という名前で売り出したものの全く売れず、うん、そして4年後に多いお茶と改名すると6倍で40億の売り上げになったそうです、名前は大事ですね、三四郎さん、マリリンさんも改名するとヒットするかも分かりません、シュークリームの、ではクリームシチューの例があります、はいはいはい、どこで人生が変わるかも分かりません、名前ね、名前って大事です、ババサキゴロやろうか、いらんわ、襲名師匠にも悪いですし、いつの間にかつらもないし、さんもないし、ゆきえちゃんとこ近く の, あの道路ってなんていう名前の道路があるの、あなたとこの家の近くに、前は、前はなんていう道路、なんどすかね、東王子とか、東王子、花見小路とか、いいな、あ、なんどし、花見小路、どっちが好きですか、東王子と花見小路、名前はどっちが好きですか、東王子の方がなんかしっくりきて、はい、東王子、そして最初に買ったそのペットの名前って何ですか、え、うちですか、はいはいはい、え、ペット買ったことおへんの、ないのないの、あ、そうか、家があれもんな、買ったことおへんの、あ、そうか、ね、近くにおるその何ていうの、あの犬の名前とか知ってるの、ご近所さんとかね、友達とかの、次元、次元、次元、東王子、次元、これは監督サイドです、ね、おっさんの名前、東王子次元です、これが別名なんやて、普通の、だからその東王子次元、もし仮にあなたがあのポルノの映画に出る場合はこの名前を使いますという、ポルノ映画とかポルノ映画は、いや、ポルノ映画の話したんですか、そうなんです、これはインドのジョークらしいんですけど、インドですごく流行った質問らしいんですね、はい、東王子次元、これは誰は分かりません、ね、誰か分かりませんね、東王子まで良かったんですけどね、そう東王子までね、すごく良かったんですけど、次元か、お前とか家近所なんていう、何通りがあるの、花博通りですか、花博通り、花博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 、大阪花博の花博、花博通りと花博ね、でそれから最初に買ったペットは正五郎、花博正五郎、いいよ、花博正五郎か、悪くない、もっちゃりなんかして、もっちゃりしとんな、確かに、ただこれペットに正五郎ってつけるセンスもすごいな、まず、え、犬ですかこれ、ワンちゃん、ワンちゃんに正五郎、正五郎、すごい、花博正五郎、かっこいいな、だからあの AV 男優やったこれ、花博マサゴロとマサゴロ、そうそうそう、襲名したい、俺はババサキゴロ、ババサキゴロ、超えないですね、ババサキゴロ、ババサキゴロは超えないな、これ今ゴロさん、皆さんに お尋ねしたいんですが、インターネットや携帯電話を使っているとパスワードや暗証番号をいちいち設定しないといけないじゃないですか、す、ね、数字とアルファベストを足して銀行の残高や
飛行機のマイルカードのポイントなど一つ一つ見回しないと覚えきれませんが、皆さん鬱陶しいと思いませんか、ね、早く全ての指紋承認ができるようにしたらどうでしょうか。なるほど、覚えれませんからね。で帰ろって言ってくるでしょ。あ、そうなんだ。帰ってあの我々会社員ですと、そのソフトウェアを使うときにね、例えば伝票を切らなきゃいけないとかいうときに、あの1回1回パスワード入れなくちゃいけないんですけど、2ヶ月ぐらいで有効期限が切れるんですよ。だけどそんなに自分の中のパスワードのパターンって持ってないから、もうぼちぼちなくなってきたんですよね。でも覚えられなくなっちゃって、せっかくやって2ヶ月ぐらいでようやく覚えたのに、もう覚えられなくなっちゃって、1回1回書き留めるのもね、そうなんです。書いてたら意味ないでしょ。あれはなんとかならないかと思いますけどね。まあサラリーマンはそうなんやろうな。我々サラリーマンが全然いないんだろう。でもそうですよね、だから僕もクレジットカードの暗証番号もう作ってすぐ忘れてしまいましたから、全部サインですね。いや俺もサインは。ああ、そうですね。いやちょっともう番号でやるのもなんか気持ち悪くないですか、あれ。なんであのクレジットカード番号だけでやるのってなんか気持ち悪い。ああ、でもそれからから覚えなかったんでしょうね。俺はもうずっと G ですよね。僕サインですよね。まあ、確実ですもんね、その方がね。いや、あの前の早水なんか俺のカードをサインしよったからね。お前俺のカードやのにお前サインせんといてくれって言いましたから、ね、俺違う人がサインしてダメじゃん。ダメやんか、むちゃくちゃやな。むちゃくちゃやな。そこなしやん。勝手にサインされてみる、ね、いやでもそれ怖いですよね。だってこんなん言うとあれですけど、まあ、あの絶対あのエジプトのお兄さんはそんなないと思いますけど、クレジットカードね、言うたらそれ使ってサインしたらそれ何ぼでもいけるわけじゃないですか。いやいや、まあエジプトのお兄さんはそんな悪いことしない。エジプトのお兄さん今日一回も名前出てないじゃないですか。エジプトのお兄さんはそんな悪いことしない。しないでしょうけど、師匠のクレジットは案外師匠の兵器ですよ、兵器ね。兵器は。兵器は。兵器さんはクレジットカードサインしちゃう。いや、サインするかどうか分からんけど、はいはい、人の財布から何か盗むと思う。ひどい、ひどい、はい、これはひどい。そんなことないですよ。まずいですよ。そんなことないですよ、師匠。それはまずいですよ。それはもう多分兵器やと思う。放送できなくなっちゃう。師匠、それはない。言うてんのか。あ、そう、取っていいって言ってなったらまあいいんでしょうけど、ね。いや、取ってええとは言うて、2,3,000円は抜くと思いますよ。2,3,000円どうさん入ってんねんから、うん、でもそれ 2,3,000円もトータルにしたらね、こんなもんお前渡しといてやで、そんな抜いとる思うで、その弟子、弟子が定期預金してるかもしれませんから、ね、毎週必ず毎週抜いて、それやったらビンタよ、家建てよった頭金、頭金だよ。銀で家建てよったから。いやいや、すごいですね。銀ペもそうやわ。抜き合いそうちゃう。何も取られても分かれへん。え、何倍でも分かれへんの。そこなしや。すごいな。みんなと共有してるんですね、師匠の財布。人の財布をほんまに。ちゃんと数えてるだよ、俺は。数えてんのにも一挙ね。バレとるって。一枚やったらええやろみたいな。まあ、しゃあないわな、それは。こんなこんなだったら、うん、いやもうそれも取ってるの全然向こうも生きてるためにどういうことやって人の財布盗みやってもうあいつやったら訴えられんやろ、怖いよ。お前も僕は一切ないです。それはもうやっぱり、ね、それはちゃんとしとかな。僕入門するときにそれだけは絶対疑われないようにしようと思って。誰が言わはった、みんなにそうして。それは僕兄弟子の三光兄さんが、みんな三光や、違う三光が抜いとる。いやそれは絶対ないです。男性全然いらんわ。いらんわ、もういらんわ、なんやねん気持ちは。こんなブラいらんわ。何がメンズプレミアム、プレミアムいらんわ。作ってるメーカーもあるわ。どこが作っとんの、どこが作っとんの、ちょっと気持ち悪い。気持ち悪い。セシールとか気持ち悪いわ。もうなどこやメーカーは。メーカーはどこですか、これ。これメーカーはもうそんなもん。誰が作った、誰が発明したんや。誰がとんねん、とりあえずサイトにいっぱいある。ウィッシュルーム、ウィッシュルーム、なんやねんこれ。せやけど間違って取り読んで、これな好きなあのスタイドロボ取って、うわー思った、えらいちっちゃいな思ったら、あ男やねん、ブラジャー。でもまあ言うて悪いけど、それぐらいの父が好きやねん。それで女やったら好きやな。これでもモデルさん女の人かもしれませんよ。はい、ちょっと見せれ、はい、ちょっと見せれ。わかります。こんなツルツルの女の人いない、男の人いないでしょ。これ女の人でそういうマネキンマネキンやよ。人間とマネキンの区別もつかない。そんなもんだから俺なんでどんなテーブルなんですか、もうこれなんかもうこんな写真マネキンに興奮しそうになりました、ね、ただまあまあ靴で知った人ですから、ね、そうですね、靴で果てたことある人ですから、ね、マネキンなんか余裕でしょ、ね、それマネキン、おっさんのマネキンは全然あるわ。靴はね、おっさんのマネキンですか、ね、靴はもうあれでしたね。あれからよう電話かかってきますからね、あの
木村さんから、はい、これを聞いた言うて木村が、おお、ありがとうございます、俺の高校時代のね、それであの木村あの松岡という話の中に出てくるポイントの木村いうの、うん、ポイントでおもろやんいうやつね、うん、あいつからこの間電話かかってきたんですよ、ね、昨日も電話かかってきて、ねうん、で今どっか就職探してね言ってましたけど、ね、どっかないですかね。あ、そうですか、いい、いいね、就職口を、人間はええやつですからね、まあ、一番ねまともな企業で働いてる、そう、郵便、郵便のね、郵便のね、なんかないですか、郵便局、郵便の仕分けから入ってもらったら、あ、行けんの、はい、ほうほうほう、バイト募集してますんで、全然木村さん郵便の仕分け、木村さん郵便の仕分け、うん、ああそう、どうでしょう、ね、はい、3時間からで、うん、3時間何もやろ、3時間から、3時間でいくらぐらい入るんですか、1000円ですね、3時間ですね、3時間1000円、1時間1000円、じゃあ3000円、3000円、これええんじゃん、案外結構いいわ、6時から9時ですけど、朝の6、9、ね、朝の6時から9時、うん、すごい仕事やな、朝の6時から9時な、いっぺん聞いとくわ、お願いします、朝の6時から9時やったら淀川も行けんのに俺の連れそればっかり、まあちょっとお願いしてみんなで仕分けして、みんなね、あるでしょ、俺の連れ、あのリタイアされてる方もいらっしゃるからね、それは朝早なってきてますし、どんどんね、もう6時ぐらい、5時ぐらい目覚めてるし、俺も行けるやん、行けます行けます、朝だからまあいいですね、自分のポスターを眺めながら、自分のポスターを眺めながら仕分けして、で3000円もらって帰る、ほんで3000円もらって帰る、1日3000円で、はい、でもすごいよね、うん、3時間で3000円でしょ、かなりだって朝の他の仕事行く前にちょちょっと3時間やって、誰でもできるわけ、できます、はい、年齢制限はないんですか、ないです、へえ、これはええの聞いた、仕分けするの、今人が、人が足りないの、はい、機械じゃないん、あのハガキでしょ、人間がやってます、人間がやってんの、文字によっては読み取れないものがある、はい、あ、そうなんや、赤の枠内に入り、入ってない、それはいけんねんね、いけますね、なうちの弟子集合誘う、ぜひ待っております、集団で、そうそう、朝やからね、あれ行くんちゃう、エジプト人でもいいね、今まで抜いた分だけちょっと保証、そうや、ね、保証さす、補填さすっていうのね、うん、あいつもまあ 2,3 万抜いとるからね、むちゃくちゃやな、むちゃくちゃやな、もうしゃあないわな、それはまあ抜かれてもね、もうそれはやっぱりね、抜かれつ、抜かれつ、もう三四条は抜かれつってないですから、抜かれつ、あ、そういう仕事、抜きつはおかしい、抜きつはおかしい、よく考えたら弟子のもんで抜くって感じでしょすごいよね、そういうなんてすぐに即答できねえから、すごい、そうそうそう、あのすみません、その花町で何か働くっていうのはないんですか、男手がいるっていうの、男手いるな、ボディーガードとか、でも男子さんとかね、うん、男子、あ、でもあ、あんまり張らへんじゃないですか、女子は何か働けないですか、年齢、舞妓ちゃんに今からなるのはどうですか、でも二十歳ですかね、中井ちゃんは、あ、ほないけるかもわからない、その代わりなんか若く見張るから、でもその代わりあのあれですよ、はい、あのその男の人とあのなんか住んでますからね、どうせ、あ、少女じゃないとダメなんですよね、そうそうそう、あ、そういうのが、そうか、そうそうそう、それは絶対ダメなんです、あ、それはダメ、絶対ダメなんですか、はい、このマリリンなんか絶対ダメ、じゃあもうまだいけます、全然ダメです、まだいけます、まだいけます、まだいける、お前ボスボス、ちょっと何ですか、ボソボソ、何がかわかりません、ボソボソってよくわからん、ボソボソ、これは別に放送禁止じゃない、ボソボソは別に問題もない、雰囲気の意味がちょっとボソボソの、ね、音が乾いてるなやめてよ、ボソボソやな、まあでもね、はいはい、あのまあ、あのこの頃やっぱうちの近所うろうろしてるやつでね、はいはい、なんでしょうね、これ25歳言ってましたわ、でもね、あの弟子にした、弟子になりたいのかどうか言うんで、ずっと来るから俺はね、はい、何なのと、うん、そんなじーっと立ってるからね、はいはい、いくつだ25、うん、背高いね、はい、お前ちょっと来いと、毎週毎週だから、弟子、そういう方がね、弟子になりたいの言うたら、はいはい、いやそうじゃないんですか、あ、違うんや、何やねんお前と、だから落語家なんねやったらちゃうとこ行き合えた、そうじゃない、どういう仕事したいねんだ、そばにいたい彼氏そんなお金あれへんだろ、そう、お金はあります、そばにお金はいやいや、そんなそばにいたいからほいじゃ3000円とそんな金あれへんでなあ、そんな人おんねんで、そう、おもろいですね、そばにいたい、そばにいたい、うん、そういうことなの、そばにいたいって、そばにい
たいね、まあ、言われることないですからね、なかなかね、人生男やで、男に言われることない、25歳の男がいやそばにいたら、痛いんだ、ブラつけて、ブラつけて、ブラつけてそんなもんね、俺がホモやったらめっちゃ嬉しいやろね、いやそうですよ ね、 うんだらね、師匠はそっちも行けたらもうね、はい、どっちも20代の性格だからね、それは神さんうまいことしたらうまいこと、やっぱそれはあかんと、それはあかんよ、それはあかんぞ、いやすごいよねこれ、そばにいたいなんて、言われませんよ、慕われるってことでしょ、慕われる、これ25歳の女性やったらまた大変なことになりますけども、そうですよね、 それはやっぱ違いますからね、そうそうそう、そばに逆にそう言われるとちょっと25歳のね女の方でそばにいたい言われたらちょっとね困るじゃない、心配になりますよね、心配になるやんか、そばにいてどれだけ我慢できるかですよね、そば、うん、にいるだけですからね、何かしたいわけじゃない、そばにいたいだけですからね、うん、それ以上はないですから、そばにいるだけですから、そばですよ、そば、はい、ハイゴレみたいなもんですよね、そばおるだけですから、あれ鬱陶しいやろね、そばにずっとおられたら、おるだけは鬱陶しいでしょうね、いるだけですからね、いるだけやからね、何もしないんでしょ、うん、何もしない、何もしない、ただいるんでしょ、めっちゃでじーっと見てるんでしょ、いつまでも何にもせえへん弟子みたいなもんで、いやだから淀川もある種そばにいたい派ですからね、あれ、ね、まあまあ淀川さんはねちょっと和むじゃないですか、雰囲気がね、和まない、淀川さん髪切った方がいいですね、そう、うん、いっぺん髪切って綺麗にしないと、綺麗にした方がいい、なんか汚らしい、何汚らしい、親友じゃないですか、うん、親友ってまあいてて楽ですけどね、うん、確かにね、ですけど一緒にご飯食べに行ってですよ、好きな定食入って、はい、あいつは麻婆豆腐、はい、ね、うん、で俺はあの普通の定食やね、白のご飯の上にやで、あいつの麻婆豆腐がこれうまいでって乗せられんねん、もういや、いかんな、それはいかんな、みんなお前焼肉食うてで、デザートアイスクリーム食うてんのにね、黙って石焼きビビンバ頼みよって、石焼きビビンバ、はあ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 、そいつの石焼きビビンバ食うの待っとかないなんで締めの待っとかなあかんねん、この間もあれやんか、みんな食うて、お前帰るよ言って、ほんなチャームシ頼みよったやん、はい、チャームシだいぶかかるやん、時間かかるチャームシは丁寧に作る、どうも食うてな、うん、で俺ハローで帰ってもたって、はいはい、ほんだらもうあいつつな出来たてのチャームシをすごいやつ熱々なが熱々熱々言うてつ ついできよって俺逃げたけど、逃げ切ったけどそばにいたかったでしょ、そばにいたかった、そばにいたい、それやったら頼むないよね、うん、石焼きビビンバとか、そんな熱い熱いもの、ね、いい感じで空気読まへんからでしょ、入れるんでしょうね、そうやね、中途半端に読むよりももう読まん方がいいんでしょうね、思いっきり叩かれたもん頭アホかお前言うて信じられん、すごい人だな、もうそこもやっぱ師匠は繊細なんで、繊細で敏感な方ですから、 ありがとう、ね、え俺は繊細で敏感、繊細で敏感な方ですから、それもきめ細かい、ね、きめ細やかな方ですから、でも普通の人やったらやっぱアラが見えるわけじゃないですか、うんうん、もうアラしかなかったら逆に何も見えんのでしょ、ね、多分淀川さんぐらい、もうあんなやつに、いやだから友達って一体何やろうね、いやこれ分かんないですよ、どうですか友達って、いやだから言うと親友の、いや親友じゃないです、大親友じゃない、大親友なんなんなんだこの友達の、今日も言うと朝まで飲むんでしょ、誰で飲みます飲みます、帰ります僕は先に、あの辞書だらけの部屋で飲むんでしょ、行ったことある家はあります、あほら泊まったこともあるんです、はい先生ちょっと親友やん、大親友やん、廊下で寝てくれ言って廊下に布団引いて寝かしたんですけどね、廊下は迷惑やろそれは、それはもちろん集合住宅の廊下じゃない、当たり前そんなさすがにもそこまではよう言いませんわ、でも台所の流しの前に、ね、ワンルームだからそこのところにこう敷いて、そこで寝たまえっつって、寝たまえ、ちょっと冷たいとこあるよね、そうそうそう、当たり前じゃないですか、でもまあそれが心地いいんやろね、それぐらいな、はい、そんなもんじゃないですか、はい、大学の友達なんていう、まあ、そういうのをやり合って楽しいっていう、ゆきえちゃん、ゆきえちゃんどうですか、これもうそろそろお別れの時間ですけども、これどうなんですかこんな番組は本当に楽しいですね
楽しいそうです。ほんまに楽しいですね。あ、そう、デパートはどうやったんですか。楽しかったです本当にほんまやっぱ落ち着けんやからか知りませんけど、なんか喋り方がもっちゃりしてますねコテコテこれはもう生まれながらですねこれはね。なんかほんまに落ち着けんから入ってきた新弟子みたいな感じがしますね本当新しい弟子の、まあでもとにかくラジオ機の皆さんわからないでしょうけど、デパートはずっと俺見つめてますそばにいたいんだよね。そばにいたいね。どうですか師匠、そばにいさせてあげたらどうですかデパートこんな人こんなおっさん弟子でもマネージャーでもない、ただそばにいるこんなおっさんばっかりだいや今日は本当に、まあまあ、で日頃出ない人たちに出ていただいたヤングタウンでございましたね。放送に出るのは絶対初めてのはずですからね。これはまあ割とよう出てますからね。あの中井も本当は出ない人なんですけども、ね、出てくれるというのはね、もう普段から喋ってる感じですね。喋ってくれてるからね、もう欠かせないキャラクターになりつつありますよ ね。で中井の声が欲しいという人もいますからね、やっぱり。あ、もうでもそういう声もちらほら出てくるかもしれないですね。いやもう出てくるんですよ。中井さんのこの返しがまたね、すごいんですよね。上手なんですよ、この人がまた、はい、声上品やし。もうだから未だに耳に残ってるあの言葉がありますからね。もう言いませんけど、はい、なんでしょうね、そんなことありましたかね。そんな分からへん。いやいや、だからあれがどうかどうかは分からないですけど、未だに帰る時に時々ニヤッとしますからね。なんだろう、ちょっと分からへん。そんなニヤニヤを共有したいなと思います。ニヤニヤするね。で今日は一つあったじゃないですか、ゆきえちゃんがあのそういうのは何も履いてないっていう。あれあれ鶴瓶さんニヤニヤしてらっしゃったんですかその時。あ、そうですね、ちゃんとね。それはもうね見逃さなかったんで、もう詰めていったんですけど、あ、なるほどね。僕だけ悪者になりました、うん、まあでもそれはもう昔のやっぱりそういうところで生まれた方々は本当に着物着たらそういうものがないんですよ、ラインが出たりしたらね。その方が綺麗ですからね、綺麗ですし、ね、ほんでまたねえ、このゆきえちゃんでなあ綺麗やな、すっごい綺麗ですまたゆきえさんまでじっと見るようになっちゃうんじゃないのやめてください、毛一本ちょうだい